キース・サーマンは、アメリカ合衆国のプロボクサー。フロリダ州クリアウォーター出身。元 WBA 世界ウェルター級、スーパー王者。元 WBC 世界ウェルター級王者。愛称は、ワンタイム。9歳でボクシングを始める。2006年、全米選手権に出場するが準決勝で敗退。パルナショナル選手権で優勝。2007年、 全米選手権に出場するも準決勝で敗退。北京オリンピックの国内予選選公開に出場するもデメトリアス・アンドラーデに二度敗れ代表選出を逃した。ゴールデンボーイ・プロモーションズと契約を交わす。101勝中76が TKO 勝ちという筋金入りの強打者としてプロ入りと同時に注目されていく。 北京オリンピック出場を逃したサーマンは2007年11月9日にプロデビューし、初回 TKO 勝ちでデビューを飾った。デビューから8試合連続初回小勝利を記録。9試合目に無効試合で記録は途切れたものの、その後は11連勝。2012年11月24日、カリフォルニア州オンタリオのシチズンビジネスバンクアリーナで行われたナボ北米スーパーウェルター級王座。 決定戦で、元 WBO 世界ウェルター級王者、カルロス・キンタナと対戦。初回にダウンを奪って先行したが、2ラウンドからは、キンタナが、タフさを見せてを出し続けた。4回に、右が当たるとキンタナがクロッキーになり、ロープに追い詰めて、連打を浴びせ、手数が出なくなったところで、レフェリーが、キンタナを救い出しストップ。2分19秒 TKO 勝ちを収め王座獲得に、 成功した。その後ウェルター級に転校。2013年3月9日、バークレイズセンターで、WBO インターコンチネンタルウェルター級王者で、元 IBF 世界ウェルター級王者ジャンザベックと対戦。試合は、サーマンのペースで進み、何度かザベックのガードを破って、ストップ寸前まで追い詰めるが倒しきれなかった。12回3から0の 判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2013年7月27日、AT&T センターで、WBA 世界ウェルター級暫定王者で22戦、全勝18個の強打者、ディエゴ・ガブリエル・チャベスと対戦し、10回28秒小勝ちを収め王座獲得に成功した。2013年12月14日、アラモドームで、 WBA 世界ウェルター級6位のヘッスソトカラスと対戦し9回2分21秒 TKO 勝ちを収め初防衛に成功した2014年4月26日スタブハブセンターテニスコートで WBA 世界ウェルター級6位のフリオディアスと対戦しディアスが3回終了時に棄権したため2度目の防衛に成功した2014年12月13日 MGM グランドガーデンアリーナで WBA 世界ウェルター級4位のレオナルド・ブンドと対戦し12回3から0の判定勝ちを収め3度目の防衛に成功した。2015年1月9日ゴールデンボーイプロモーションズからプロモート権を放棄され同プロモーションから離脱した。2015年1月17日 WBA はサーマンを WBA 世界ウェルター級正規王者に認定した。2015年3月7日、MGM グランドガーデンアリーナで、WBA 世界ウェルター級4位のロバート・ゲレーロと対戦し、9回にダウンを奪い12回3から0の判定勝ちを収め、4度目の防衛に成功した。NBC のプレミアボクシングチャンピオンズで放送された、この試合は340万人が視聴した。 3月18日、サーマンは WBA の2015年2月度の月間優秀選手賞に選出された。2015年7月11日、フロリダ州タンパのアセフサンドームで WBA 世界ウェルター級15位のルイス・コラーゾと対戦し、コラーゾが7回終了時に棄権したため5度目の防衛に成功した。8月12日、サーマンは WBA の2015年7月度の月間 MVP に選出された。2015年12月、プレミアボクシングチャンピオンズの2015年ファイター・オブ・イヤーに選ばれた。2016年3月12日、元 IBF 世界ウェルター級王者のショーン・ポーターと対戦する予定だったが、サーマンが交通事故に巻き込まれ怪我をしたため延期になった。2016年5月19日、 WBA がキース・サーマン大ョーオンポーターの勝者は5月28日に行われるダビット・アバネシアン大支援ズリーの勝者と王座統一戦を行うよう指令した。2016年6月25日、バークレイズセンターで WBA 世界ウェルター Q2 位のショーンポーターと対戦し12回3から0の判定勝ちを収め6度目の防衛に成功した。 7月14日、WBA はサーマンを2016年6月度の月間 MVP に選出した。同日、WBA はサーマンに対し、暫定王者のダビッド・アバネシアンとの間で、王座統一戦に関する対戦交渉を同日から開始し、同年8月13日までの30日以内に、対戦交渉を締結させるよう指令を出した。 対戦交渉が合意に至らなければ入札になることを明かした。2017年2月7日、WBA はサーマンをスーパー王者に認定した。2017年3月4日、バークレーズセンターで WBC 世界ウェルター級王者のダニー・ガルシアと対戦し、12回2から1の判定勝ちを収め王座統一に成功。WBA 王座の7度目の防衛。 WBC 王座の獲得に成功した。この試合で、サーマン、ガルシアそれぞれ200万ドルのファイトマネーを稼いだ。3月12日、WBC は2017年3月度の月間 MVP にサーマンを選出した。3月17日、WBA はサーマンを2017年2月度の月間 MVP に選出した。2017年4月19日、 石灰沈着と骨局を取り除くために、右肘の手術を受けた。2018年3月31日、サーマンが左手を負傷したため、5月19日に、バークレイズセンターにて予定していた、復帰戦を延期することが発表された。2018年4月24日、負傷した左手の回復に専念するため、WBC 世界ウェルター級王座を返上した。 2019年1月26日、約2年ぶりの試合を、バークレイズセンターにて、WBA 世界ウェルター級10位のホセシートロペスと対戦し、12回2から0の判定勝ちを収め8度目の防衛に成功した。2019年7月20日、MGM グランドガーデンアリーナにて、WBA 世界ウェルター級王者、マニー・パッキャオと王座統一戦を行い、 1>, 1から2の判定負けで9度目の防衛に失敗し、プロ初黒星を起死した。この試合でサーマンは250万ドル、パッキャオは1000万ドルのファイトマネーを稼いだ。2019年9月4日、左手の手術を受けた。数年前にサンドバッグを叩いてる時に痛めて、以来ずっと調子が思わしくなく、ホセシートロペス戦、マニーパッキャオ戦でも、 試合だけでなくキャンプの時からパンチを打つと痛みに悩まされたために手術に踏み切ったという、ありがとうございます。